どうなる日本。今こそやるべき消費税廃止。消費税廃止をすればあなた自身の使えるお金も増えます。例えば1ヶ月20万円ほど消費する世帯、1年間で消費税どれぐらい取られていますか？20万円ぐらい取られてるんですよ。1ヶ月分ぐらい取られてるんですよ。消費税をやめればあなたの手元に1ヶ月分に近い収入を手元に置いておける。消費税廃止は日本再生の切り札。20万円手元に置いておけるということは、あなたはどうしますか？今まで買いたかったもの、食べたかったもの、欲しかったもの、20万円全部ではなくても一部使えますよね。あなたの消費が誰かの所得に変わっていくっていう循環がまた生まれる。参議院調査情報担当室、参議院で試算をしてもらいました。令和新選組は守るべき人を間違えない。